っていうね。まあ、はい、イエーイ。餃子を食べようパート2。食べたいよ。じゃあね、早速今週も張り切っていきましょう。今週は先週に引き続き矢口のわがまま企画、餃子を食べようパート2。今回は幻の餃子が登場します。早速じゃあ一つ目いきます。せーの、じゃん。おお、なんだ、あれ、そう、でもすごい変わってる餃子ですね。これね、卵だね、いり卵と卵の匂いがする。でも食べちゃおう、ね、中身が変わってる、おつゆは何、うん、ねえ、うん、なんか今まで食べたのと雰囲気が違う。そうそう、中身がパサパサしてる、中がパサパサって、うん、入り卵だからね。あー、そっかそっか、汁のこうグジャーっていうやつじゃないね。うん、せーの、パン。あー、なんかキャベツみたい、あー、愛の匂いがする。わかった。え、これすごい匂いする、わかる、お野菜の匂いがする。しかも形が一緒じゃない、これ。ピーマン、ピーマン、ピーマン苦手な人いる？挑戦、辻ちゃん。うん、あー、いやいや、大丈夫。あ、すごいピーマンの味がする。でも、うん、大丈夫、美味しい、ピーマンの味。お、食べれたんじゃん、辻、大丈夫。中にもピーマンがいっぱい入ってる。ピーマン美味しい。うん、美味しい。ピーマンのね、肉詰めみたいな味がするね。うん、ね、大丈夫？うん、美味しい。食べれそう？うん、お、美味しい。よかったじゃん。嫌いなものも食べれたじゃん。せーの、じゃん。お、あ、かわいい。かわいい。これはですね、これはですね、幻の餃子なんです。幻？はい、これはですね、本場中国でしか作られていない餃子なんですけど、今日は特別に作ってもらいました。イエーイ。っていうか、君たち聞きなさい。じゃあ食べてください、早速。ありがたい。見て、この色、これ怖い。この、見て、お皿の端に乗ってるこのウサギが可愛くない？これミニモニのペットにしよう。え、いやいやいや、食べようよ。当てる、当てる。すごい痛かったね、今。ここ、噛んだと大丈夫。すっごい熱かった、今。美味しい。なんだこれは。セロリの味がすごいバリバリする。わー、美味しい。ずーびっくりするやつだね。幻だね。ヘルシー、ヘルシー。一番好きかも。本当？美味しい。いやー、幻ですからね。せーの、さよなら。おお、何？何？幻だね。形が面白い。魚。また目がある。これもですね。目がある。これもですね、幻なんですよ。これミニモニのこれでないですか？え？ああ、歌のね。これはね、金魚の形らしい。あ、これ金魚かな。違う違う違う。これ違う。白身魚です、これは。やった、美味しそう。うん、あれ、かまったかも。あ、もう。もう出てきた。どう、美味しい？美味しい。美味しい。よかった。もう美味しい。そっか、矢口のわがままを聞いてもらいましたが、たまにはいいでしょ。ダメ。え、なんか美味しそうに食べたじゃない。ちょうどね、いつもね、君たちのわがままを聞いてるばかりだからね。はい、ありがとうございます。うん、じゃあね、いつもの行ってきますか。はい、行きますよ、せーの、ミニモニ。